さて、それではまた新選手、新しいパックが来ているということで、めちゃくちゃいいですね。しかもうちリリーフが本当にいないので、ノーマルしか持ってないし、欲しいですよ。もしも300ジュエルがあるのならもう必ず今回引いてたと思います。で、考察としては、まあ、さっきちょっとざっと見たんですけど、序盤の人たちが強いっていう感じですね。後半ちょっと能力が弱いのかなってとこなんですが、まあ、全体的にコントロールが異常にいいですね。こんな制球 S なはずないんですけど、制球 S でもう、まあ、言うこともなく、こういうピッチャーが出てきたらどうにもできないよっていうところですかね。ツーシーム、スライダーがあって、サークルチェンジ、スプリット、またテスラ。サークルチェンジかツーシームかな。狙い目は遅い球待つか。でも163ですからね。で、栗林。まあ、縦スプリット持ってる時点でもう打てないと思います。それにパワーカーブ絡んできてるし、で、制球も、どうやったかな、持ってくるんちゃうかったかな。ランナーなしの時にね、制球が A なので、まあ、リリーフで出てきたら、誰もいないタイミングでリリーフで出てきたら、まあ、十分対応できるのかなと。まあ、それにね、アビリティなんかはめれば30やからいけます。そうですね、もう、自分の手には入らないので、相手チームの選手として同乗するだけやから、何もやる気は起きないですね。また森、久しぶりに森ですね。もうこれはもう完璧ですよ。スライダー、チェンジアップがあり、カットボールもあり、ナックル、スプリット、ツーシームで、制球がもう S に乗ってくるのかな、これひょっとしたら。カットボールが S に乗ってきて、あ、これ制球は乗ってない。これアビリティはめればいいですね。確実に S に乗るから。まあ、ストレートが若干遅め、153だから遅いことはないですけど、狙い目かなって。で、中川のスライダー、スラーブ。で、そこにチェンジアップ、ツーシームのカーブがありますか。スラーブとこの変化のカーブ、しばらくやめようかな。マクガフもこんな強いマクガフ出すんやったら、普段のマクガフもうちょっと評価してほしいですよね。確か制球力も悪かったんちゃうかな。ストレートもそんな速くないし。マクガフの SS はやたら出てたんですよ。でもあまりに弱いから、もう素材にしました。ちょっと評価が低すぎる。代表選手ですからね、マクガフ。すごい良かったし、オリンピックでも。これぐらいの評価が妥当やと思うんですけど、たまにね。で、あ、エスコバーですか。なんかまあ、今までの流れで見たらまだマシに見えますね。ツーシーム、サークルチェンジ、カーブ、この辺りも変化量もそんなに大きいのがないし、もうわからない。麻痺してるのかな。ああ、これもでも、球持ち B の148キロはありですよね。まあ、制球がこれ以上上がらないところかな。ただまあ、やっぱりちょっと序盤の3人とかと比べると、だんだん後半ね、ギャレットも制球が低いというところで、これはちょっとさすがに、そうですね、制球 B は難しいかな。ナックル、カット、スプリット、ツーシーム。まあ、カットのとこがスライダーであれば、まあ、もうちょっと違うのかなとは思うんですが、酒井、この辺りもちょっと評価は低いところかなと。スライダー、スライダーですね。高速スライダーと、もう少し制球も、これ、ソール負けしたら D まで落ちますね。この制球だとね。で、球持ちは B なんですが、ストレートが146で、ちょっとまあ弱いのかなというところで、追い込んだらシンカーが45アップやから、シンカー特に A になるわけではないんですね。そうですね。シュート、シンカー、スライダー、スローカーブ。まあ、ちょっと打ちにくい感じはするけど、やっぱり前半の3人と比べるとっていうところですかね。で、またこの宮西が 嘘やろっていうぐらい宮西出すんですけど、こんな出すかな。もう何枚目なんでしょうね。バーサス史上多分一番多いカードじゃないかな、宮西。
で、シンカー、スラーブ。まあ、今までの宮西の中で一番変化球量多いかもしれないですね。大体シンカーとスラーブだけに、まあ、そこにちょっとスライダー入ったりしてましたけど、フォーク、高速スラーブも入ってますか。もう、息の長い選手ですよ。もうこれだけはもう、ずっといるような気がしますけど、玉持ち A ですね。宮西はもう悪くないかな。ちょっと後半みんな劣るかなっていうところなんですけど、あとまあ今回、面白いものを引いたので、どこに持ってるかな。これなんですけども、極み覚醒のレベル2っていうのが出ました。これ。初級ヒッター、長打力アップ、レベル2。1年ぐらい前ですか、この極み覚醒っていうのが実装されたのが。それからまあ何度も引いてきましたけど、まとめ直したかな、これ一応残してるんですけどね。使ったところで誰も強くならないなと思って、今回初めて強心臓ってちょっといいの出たんですけど、極み覚醒プラス1っていうこのアイテムを使わないとレベルが上がらないのかなと思ってたら、実は最初から2が出るとか、ひょっとしたら3も奇跡的に出るのかもしれないんですけど、そんなとこまでケチってたんですね、ブレイキューバーサスって。てっきりないと思ってました。まあまあ、粘り強くやっていれば、レベル2とかレベル3、最初から出てくる可能性も、何かの間違いで出ることもあるんだな、ということを、今回初めて知りました。で、お詫びのパックかなんか出ましたね。これですね、追記。なんかそのまましれっと行こうとしたみたいだったんですけど、やっぱり不具合の補填として、ブラックパックドロップしたユーザーに対して、本来配られてたはずの限定パックを配りますっていうことだったんですけど、僕毎日結構な試合数するんですが、配られた期間限定パック1パックでした。そんなはずはないと思うんです。これもう今からどれぐらい、1年半ぐらい前ですかね、その同じようなことがあった時に、それぞれに、実際はブラックパック、限定パックだったのにブラックパックを配布したって、これ定期的にこれあるんですけど、でその時は僕10パックぐらいもらいました、限定パック。担当の人変わったんでしょうね。とりあえず1配っとけみたいな感じなんでしょうね。辛いなって思いながら、まあ本当に無課金にも辛いし、未課金にも辛いし、重課金にも辛いという、なかなか課金したから勝てるかっていうと、どんどん上限解放されていくしね、ソウル値がどんどん解放されていくから、課金してもこう毎回最新のものを課金しないといけないっていうしんどさはあると思うんですけどね。しんどいゲームですね。まあまあ、レートが3300まで上がって、で、そっからずっとマッチングで負け続けて3100まで落ちてというような状態なんですけども、ぼちぼちね、で、上位は無理だな。楽しくできるように頑張っていきたいと思います。もしよかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。たまに極み覚醒は、レベル2とか3があるらしいということが今回初めて分かりました。ではご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など、人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。